小惑星探査機はやぶさ、その奇跡の旅へ一緒に出かけましょう。セトラスピラルシア。5月9日、はやぶさは地球を旅立ちました。目的地は小惑星糸川。はやぶさは糸川のかけらを取って地球に持ち帰るよう作られました。名前は大空から舞い降りて獲物を捕らえる鳥のはやぶさからもらいました。太陽の周りを回る天体には、地球や土星のような惑星のほかに、ずっと小さな小惑星が無数にあります。その中でハヤブサが向かう糸川は地球に近いものです。それでも片道2年もの遥かな旅路です。飛び立ったハヤブサは途中で燃料補給もできませんし、壊れた部品を修理しに行くこともできません。ハヤブサは2種類のエンジンを積んでいます。一つは燃料を燃やす化学エンジン、もう一つは糸川までの長距離飛行をこなす新しいイオンエンジン。翼のように広げた太陽電池パネルで電気を作り、その電気の力で後ろにイオンを噴射して進みます。はやぶさを糸川へ向かわせるには大変大きな力が必要です。イオンエンジンだけでは力が足りません。そのため地球の重力と公転速度を使って糸川の方へ放り出すスイングバイという方法を使いました。はやぶさは太陽の周りを回って、打ち上げから1年後再び地球に近づきました。スイングバイは成功。はやぶさは正確に軌道を通り糸川へ向かいました。旅が始まってから2年4ヶ月、はやぶさが糸川に近づいてみると、その表面の様子は予想されていたものとだいぶ違いました。ゴツゴツとした大小の岩に覆われ、着陸する場所を探すのも難しいほどでした。糸川を観測したはやぶさは3回の着陸訓練を経て、本番の着陸に挑戦することになりました。
十川までの距離は3億キロメートル。地球から送った指令がはやぶさに届くまで15分もかかります。そのためはやぶさは自分で判断して着陸するように作られていました。その時はやぶさは何か障害物を検知したのか、バランスを崩して糸川に降下していきました。する糸川の表面にハヤブサが長くとどまるのは危険です。地球から離脱の指令が送られました。糸川からの脱出に成功したものの、地球ではハヤブサに何が起こったのか分かりませんでした。このまま引き返すわけにはいかない。はやぶさに再挑戦の指令が送られました。糸川の岩石を取る装置がこのサンプラーホーン。先端が糸川の表面に触れると筒の中で弾丸が発射され、跳ね返った岩石のかけらをカプセルに収める仕組みです。はやぶさはかけらを取ったらすぐに上昇します。はやぶさは小惑星に着陸、そして離陸した初めての探査機となりました。後に残念なことが分かりました。着陸の時にサンプラーの弾丸が発射されていなかったのです。それでも望みはありました。はやぶさは何度か糸川の表面に接触していたので、細かい粒子が飛び込んでいた可能性があるのです。はやぶさに再び危機が訪れました。1回目の不時着の時に痛手を被ったのでしょう。化学燃料が漏れ出し、姿勢が制御できなくなったのです。これでは通信に使うパラボラアンテナを地球の方向に向けられません。そして太陽電池パネルに太陽光が当たらなくなれば、電力を失ったはやぶさは通信することも自分で判断することも一切できなくなります。そしてついに命綱である地球との通信が途絶えてしまったのです。はやぶさはどこにいるかさえわからなくなりました。はやぶさ、答えて。地球では懸
命にハヤブサに呼びかけていました。ハヤブサは万が一姿勢が乱れても自然に一定方向の回転に落ち着くよう設計されていました。ですからいつかきっと太陽電池に光が当たるに違いない、目を覚ますに違いないと希望が持たれていたのです。諦めずに毎日呼び続け46日が経った時です。ついにハヤブサのかすかな声に、奇跡としか言いようがありません。広大な宇宙で行方不明になった探査機が再び見つかったのです。通信が復活し、ハヤブサの状態が調べられました。燃料が漏れた化学エンジンは使えなくなっていました。幸いなことに地球帰還に必要なイオンエンジンはまだ使えることが分かりました。しかし地球に向けて出発するタイミングをすでに逃していました。地球に戻るタイミングが訪れるのをじっと待った後、ハヤブサは糸川を離れ地球に向け出発しました。最後の力を振り絞り地球を目指していたハヤブサが絶望的な危機に立たされました。イオンエンジンすべてが故障し停止してしまったのです。イオンエンジンが使えなければ地球に戻ることはできません。あと一歩のところでハヤブサは絶対絶命と思われました。そんな時、ハヤブサの制作者の一人が言いました。こんなこともあろうかと壊れたエンジン2つを組み合わせて1つのエンジンとして動く回路を組み込んでおきました。あれを試してみましょう。可能性があるならばそれにかけてみるしかない。回路をつないだ2つのイオンエンジンはうまく機能し、ハヤブサを地球へ向けて押し進め始めました。
はやぶさは旅立ちから7年目、60億キロの旅路を終え、地球に帰ってきました。はやぶさには最後の大事な仕事が残っていました。大切に運んできた糸川のかけらが入っているかもしれないカプセルを地球に向けて切り離すのです。もともとの計画ではカプセルを地球に投下したはやぶさは次の探査目標へ進路を切る予定でした。しかし今のはやぶさにはその燃料も残っていません。カプセルを地球に届けるためにははやぶさ自身も一緒に地球に飛び込まなければなりません。大気圏突入に耐えられないはやぶさは途中で燃え尽きる運命にありました。そう、今日ははやぶさにお帰りと言うと同時にさよならを言わなければならない日なのです。はやぶさに地球から最後の指令が出されました。はやぶさに地球を見せてあげたい。頑張ったね、はやぶさ。13日、22時51分、はやぶさはオーストラリアの上空でまばゆい輝きとなって地球に帰ってきました。はやぶさが届けてくれたカプセルの中には糸川の砂粒が1500個も入っていました。はやぶさの旅は私たちにいろいろなことを教えてくれました。新しいことへの挑戦、可能性にかけること、力を合わせること、またはやぶさの姿は多くの人に夢をくれました。おかえり、はやぶさ。ありがとう、はやぶさ。